イノシシに遭遇した男性が足の骨を折る大怪我です。県自然保護課などによりますと、今日午前6時過ぎ、富山市東福沢のゴルフ場内で見回りをしていた30代の男性従業員がイノシシと遭遇しました。男性は向かってきたイノシシを避けようとしたところ、右足首の骨を折る大怪我をしました。イノシシによる人身被害は今年初めてです。